倉敷ダムは沖縄東中部を流れる二級河川、肥者川、水系与那原川に建設されたダムである。沖縄県が管理する洪水調節、不特定利水、及び浄水道を目的とした補助多目的ダムである。ほぼ同じ場所にあった水系山ダムを置き換えるダム、再開発事業として建設された。与那原川だけでなく、沖縄東北部の河川から、 導水管を通して運ばれた水を蓄える役割もある。ダム湖である倉敷湖は財団法人ダム水源地環境整備センターが選定するダム湖100選に選ばれた。ダムの左岸にある尾根が薄く導水の恐れがあったためこれを防ぐための脇ダムが設置されている。取水棟は首里城公園にあるザイ天堂と天女橋をモデルとした外観であり、7段の 直線多重式取水設備によって任意の深さから濁りのない水を取り入れることができる。また、出力5 6ットの発電施設があり、周辺施設の管理用電力を賄っている。展望タワーダム周辺は、米軍基地であり、点検用道路が整備されていない。このため高さ41.5メートルのタワーを建てて、ダム管理に用いており、展望室が一般に、 無料公開されている。公開時間は午前10時から午後4時30分で、年末年始に休館日がある。展望室は標高109メートルにあたり、沖縄本島中部一帯が見渡せる。ウルマ市や沖縄市などの都市に近いことから、ダムの周囲は市民の憩いの場として整備されている。ただし、ダム湖を取り巻く、丘陵地はほぼ全域が、 アメリカ軍施設の派手な弾薬庫築であり、立ち入りが制限されている。沖縄東南部の水源として1961年に、随景山ダムが完成し利用されていたが、ベトナム戦争や沖縄返還の経済効果などによって、水需要が増加し続け水不足が慢性化した。 このため1982年から1991年にかけて実施された第二次沖縄振興開発計画の一環として随景山ダムの大型化が進められることになった。当初はダムのかさ上げによる対応が検討されたがダムに漏水が発生していたことと周辺地層に水を投下させる桃水層があったことなどから旧ダムの下流直下に新ダムを建設することになった。 1982年に事業が始まり1989年3月に着工され1995年2月13日に完成した。同年12月31日には周辺整備のためアメリカ軍用地の一部が返還されている。新しいダムは完成するまで随形山ダムと呼ばれていたが、1996年4月1日の管理開始をもって倉敷ダムと名付けられた。 ありがとうございます。